面白くなくても聞け。私が、ね、生まれてから40年間の人生の中の出来事をもう一個思い出しました。今週釣りに行きましたね。まあちょっとその厚生の渡辺と、まあ本来毎年俺さ、これぐらいの時期にダイエットに入るんですよ。その、これぐらいの時期、まあもうちょっと遅めぐらいかな。遅めぐらいにダイエット入って、正月ぐらいに入って野球までにちょっと体締めてみたいなローテーションなんですけど、今年はまた早めに、野球を、やめてしまったんで、早めに太り出しましたから、ちょっとダイエットしなきゃいけないんですけど、厄介なのがカロリーコントロールのダイエットをやると、お前あんなに言ったのに岡田斗司夫に影響されてんじゃんって言われるのが嫌なんですよ。もうどうしても嫌で。で、まあ、カロリーコントロールでやるときもあれば、カロリーコントロールプラス運動でやるときもあるんですけど、まあ今はちょっともう徹底的に運動でっていう。で、むしろカロリーを見ないようにしようって、もう僕は始まる意固地ですから、そういう意味では。カロリーちらっとでも見ると、あいつ、岡田斗司夫に感化されてって絶対言われると思って、まあ、カロリー見ない。で、一個は、ジョギング。ジョギングやってんですよね。ただジョギング意味わかんないことが起き始めましてね。僕ね、歩くの結構早いんですよ。太ってる割に、なんか歩くの早いんです。いつも誰かに殺されると思ってますから。古代妄想の被害妄想ですから、今絶対誰かつけてきてると思ってますし、殺されると思ってるんで早いんですよ。だから、だいたいこう、散歩だと1時間で6キロぐらい。1時間で6キロぐらいだいたい僕、歩くんですけど、最近ちょっとずつ、こう距離伸ばしてって、長い時で3キロぐらい走るんですよ。ジョギングするんですよ。30分かかるんですよ。だから、歩いて1時間で、これね、真面目な話なんだよ。本当にこれ、正直なのよ。僕、1時間で6キロ歩けるんですよ。普通に。まあ、ちょっと急ぎ足ぐらいですけど、でも意識して歩いてれば、そんなに疲れずに僕1時間6キロ歩けるんですけど、走ると、3キロ30分かかるんですよ。ちゃんとその方法。きちんとこう GPS まで使って測量してるんですよ。GPS で記録取ってるのに、なんだろうあれ。なんでなんだろう。いや、だけど、ちゃんと走ってるよ。ちゃんと走ってるし、歩くのの5倍ぐらい疲れてるのに、それぐらいかかるんですよ。で、あと、まあ、カロリーの方はカロリー見ないけど、本当に美味しいものを美味しくいただく以外のご飯をやめようってことになりまして、ちょっとこう前も言ってましたけど、本場のハマグリを取り寄せて食べるとか、なんかこう、それなりに、イベントっぽいご飯以外の、なんかリズムで飯食ってますから僕ね。なんとなく飯食ってますから。ありますよね。暇だから主因。あれが性欲版だとすると、ね、なんかわかんないけど、やることねえなと思って、シンコ触ってたら、なんか甘立ちしちゃったから結局抜いちゃえみたいなやつの、ものすごい虚しいなんでしょ。あれの食欲版ですよ、ね。やることないからっていう理由で、やることないから冷蔵庫開けたら食うもんあったから食うみたいなのを一応やめて、ちょっとご飯をイベントチックにきちんとしていこうみたいになって、ほんで、高生の渡辺とじゃあ、その、釣りに行って魚を食おうって話になって、で、スタートがそれだから、今までみたいに、アジみたいなすげえたくさん釣れるやつ行っちゃうと、結局それ釣ったんだから食おうってことになって、結局すごいカロリー取っちゃうことになっちゃうから、じゃあそんなに数釣れなくてもいいじゃんってことになって、ちょっと大きめの魚を釣りたい。ね。大きめの魚を釣りたい。何でもいいんだけどねっていう。釣り自体にすごい凝ってる人間じゃないからっつって。そしたら、なんか、稲田が今釣れるって、稲田ってブリの、まだ、若いやつみたいやつでしょ。ブリの 2A みたいなやつでしょ。で、若し、稲田、わらさ、ブリ、
トドでしょ。ね、で、それで、森君でしょ、そういう風に出世魚なんですけど、その、まあ、稲田っていうのは釣れる。で、いて、いろいろこう釣り船に問い合わせたら、稲田メインだけど、その稲田以外の稲田ぐらいの大きさの、大きめのサバとか、それからあと、うまくいけば、ソーダカツオとかが釣れる、稲田五目みたいな釣り方があるから、それの釣り、乗り合いの船を手配してきました、つってな、渡辺に言われて、高専の渡辺と一緒に、まあ、朝早く朝の4時半から品川駅から小田原まで東海道線乗ってさ、で、こっちは釣りまで寝てえのにさ、なんだか知んねえけど、この駅のこれがどうのとか、ここから、カンゴトンと音がちょっと変わりますみたいな、もうどうでもいいことを皇帝の渡辺に言われながら、その、小田原でおります、早川でおります、どっちでんのな。そんなことを言われながらさ、その、早朝小田原行って、で、小田原から、タクシーで早川漁港とか行ってさ。で、前に一回イカ釣りかなんかの時行ったことあるんだよ。もう5年ぐらい前かな、行ったことあるところで、それで、あ、久しぶりです、なんて。あれから釣りやってんの?なんて。いや、もうあれ以来なんですよ。相変わらず釣りのことよくわかんないでご迷惑かけるかもしれませんけど、とにかく何かしら釣れりゃそれで、嬉しいんで、つって。そこの釣り宿のおかみと話してさ。んで、それだったら、他のその、稲田だけを狙ってく、その、プロというか、まあ、釣りのすごい好きな人はこういう仕掛けなんだけど、もう何でもいいでしょ、何でもいいんだったらこっちの簡単な仕掛けでなんて仕掛けなんかももう選んでもらって。で、船乗り込むわけ。したら、その、まず、まあ、前兆っちゃ前兆なんだけどさ、いきなり第一等を投げようっていうところで、俺なんかこう、わら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 っつって、その、仕掛けが、ぐっちゃぐちゃにこんがらがっちゃってさ。で、その仕掛け、こんがらがった仕掛けを取るのにもう1時間弱ぐらいかかって。だからもう変な話、糸をほどきに行って、その間にまた渡辺がなんか釣ってて、で、いきなり、アマダイかなんか釣れて、高級魚ですよ、アマダイ。で、そのアマダイが、その船自体は本来は稲田を釣りに行く船なわけです。他のお客さんとかみんな稲田を狙ってるから、アマダイなんか狙っちゃいないんですよ。アマダイなんか下道なんですよ。下道なんですけど、そのアマダイが下道にしてもでかいアマダイで、なんかその船のその船長も、こんなアマダイ、なかなか釣れないよーなんて。アマダイ今、いつまでもキロ7000円ぐらいするからさ、これ、タレ煮付けにしてもうまいしさ、焼いてもうまいし、すごいの釣ったねーなんて。それだけいいねーなんて言いながら、これ、アマダイ船、要するにアマダイを釣るための船でこのクラスが釣れてたら、おっとスポーツ新聞乗ってもおかしくない大きさだよって言うんだよね。めちゃめちゃ褒められてるわけ。で、こっちはさ、もうずっとその、まだ一投目を投げてないから、こいつベタ褒めですよ。ベタ褒めされてる時に俺まだずっとこうやって、そのこんがらがったのほどいてる段階ですよ。これで、なんだかんだで1時間ぐらいで、やっとほどけて一投入れても、うんともすんとも言わないわけ。もう、俺の方は。で、その間にも、高生渡辺は、サバを釣ったりとか、サバも結構でかいやつを釣ったりとかして、なんか、調子乗ってるわけ。調子乗ってるから罰当たったのが、2時間ぐらい経ったところで、今度こいつの、そのさ、仕掛けが、もや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 ってなっちゃって、いよいよ来ましたよ。地獄が。ね。さっきお前は俺がこんがらがった時に、ちょっと、この針の先だけ持っててとかって言っても、一切無視だったわけです、こいつは。こんがらがったのほどくのに、針が2本ぐらいついてるから、1本だけ持っててくれるとすごい解きやすいんですけど、それはすいません、今ちょっと僕、せんべいみたいな感じだったんで、今度はお前が苦労しろと思ったら、こいつなんかさ、その場で糸切り技みたいなので全部こんがらがってとこ切って、新しい仕掛けを、その、船長に、すいません、新しい仕掛けくださいかなんか言って、付け替えてんだよ。ちょっと、
そういうシステム俺聞いてねえから、そのなんか新しい仕掛けを変える、戦場で変えるシステム聞いてねえから、え、それなくねえみたいな感じで。それで、その後ももう一回こんがらがって、渡辺こんがらがって、また勝ってるわけ、その選挙から。あ、すいません。しかも俺のこんがらがりなんかにもず、難度的には全然大したことないこんがらがりなのに、すぐ、ハサミでピチピチって切って、もうしょうがない、こんがらがっちゃったから、新しいのみたいなんで、3回ぐらい抱えて、で、俺その間も一切当たり来ないわけ。それで、また、新しい仕掛けにするたびに、なんか、渡辺の方ばっか釣れるわけ。それで、また何回かやってるうちに、今度俺のがもう一回こんがらがっちゃって、ぐっちゃぐちゃになっちゃって、で、その、渡辺ちょっとハサミ貸してて、ハサミ切って、おいで、船長に、すいません、僕の方も、その、仕掛けくださいって言ったら、もうねえって言うんだよ。そんな何個も持ってこないよっていう。まして、その、初心者用の仕掛けだから。稲田を専門に釣る仕掛けは他のお客さんも使うから、もしものためにいっぱい置いてるけど、その、お客さんみたいに稲田でも何でもいいから適当にっていう、その、仕掛けはそんなたくさん持ってきてないからないよって言われて。で、あんのはもうその、稲田専用の、稲田だけを狙う大きな針の、その、いっぱいついたやつしかないから、それで良ければみたいなこと言うわけ。で、しかその、船についてる、その、まあ、あの船宿の家族の人なんだろうな、じいさんで、釣りの、まあ、プロっていうか、なんか、後々気づくんだけど、みんなが釣れなかった時のために、釣れなかった人にお土産として稲田をくれるために釣ってる人っていうのがいるのよ、一人。乗ってて。で、その船長が、あ、ちょっと稲田の釣り方教えてやって、かなんか言ったらじいさんが来て、で、じいさんの方もその、自分はさ、稲田釣んなきゃなんないのにさ、手かかるやつが来てるからさ、ちょっと機嫌悪いわけ。ほんたくやーって言って、いや、それ、これはさ、さっきまでのと違ってさ、餌とかつけなくていいからさ、当たり取ったら、あとは遊ばして、で、一旦イワシがかかるから。で、イワシがかかったら、そのイワシをね、うまく、イワシを使ってうまく誘って。で、誘ったら、それを稲田が釣るから。それじゃ、つって、自分の言っちゃうわけ。もう何言ってんかわかんないじゃん、もう全然。まず当たりを取って、当たりを取ってって言われて、俺、当たりジャガーのことぐらいしかわからないもんね。あ、お前だって逆に俺に当たりジャガー買ってきてって言われて秋葉原ポーンって出されたら絶対買ってこれないよね。あんな古いゲーム機、全然売れなかったやつだから、それと同じでこっちも公設丁寧に言ってくんないと、ね。俺だってお前に秋葉原で当たりジャガーを買ってこいっていう時には、当たり社から出た、エイリアン対プレデターってソフトがちょっとだけ面白かったけれども、それ以外はもう一切面白いソフトが出なかった、PC エンジンでちょっと後ぐらいに出たゲーム機なんだけどぐらい言うよ。だけど今言ったぐらいの説明しかくれなくて、あとやんな、みたいなこと言われて、わかんねえんだ、全然。わかんねえんだけど、一応その、仕掛けを落として、落としてすぐに何かかかったんですよ。ピチッて来たわけ。それで、それをこう巻いたら、なんかいるんだよ。それついてるんだよ。で、最後まで巻いてついたのが、イワシ。で、俺イワシ食いたいわけ。イワシうまいしね。で、今時イワシ高いからね、結構高いんで。で、イワシ食いたいから、じゃあとりあえず、しかも、俺の一匹目の、その、今日の獲物だから、そのイワシを取ろうとしたら、後ろから急に今度船長の方に怒鳴られて、何やってんだよ、それイワシ取っちゃダメだろバカお前よ、そのイワシを、イワシがかかったらそのイワシを稲田が食って、稲田が釣れんだろ、それイワシ取るバカ言ったよみたいなこと言われて、いやでも僕イワシもう食べたいんでって言う前に、今度、そのさっきのジジイの方に、教えろっつったろお前よ、みたいな。したらジジイはジジイで、教えたよ聞いてねえんだよこいつが、みたいな感じになって、俺のことで、おいおい、逆にこいつはねえだろ、こいつ聞いてなかったかもしんねえけどよ、今俺見てたらイワシ発動しちゃってんだよこいつ、でもよみたいな大喧嘩になってる、ここがシューンとしながら
イワシ手に片方持ったまま、待って、イワシパクパクしてるままね、シューンとしてる、これどうしたらいいんだろうと思って、いや、お二人喧嘩しねえで、喧嘩はやめてぐらいの、喧嘩やめてくださいよ、竹内まりやチックな感じで、ちょっと俺が言おうとした途端に二人、けーってこっち向いて、そのイワシ早く水に入れろよって言われて、要するに海に戻せって、そのイワシは。まあ、要は、イワシは、餌なんだよね。その、餌の何もついてないやつで、そのキラキラ光るやつにイワシがかかったら、そのイワシを食べるイナダを狙ってるわけだから、イワシがかかっても、絶対あげちゃダメだっていうことらしいのね。でも俺別にイワシでもいいわけ。別にイナダが食いたいわけじゃないから。でもまあ、怒られるから、こうやって戻すじゃんか。で、戻して、ぼーっとしてたら、また後ろから船長に、これ何やってんだよって言われて、いや、何じゃなくて、イワシを戻せって言われて、今イワシ戻したんですよ。誘えよ誘えって言うんだろみたいな。で、誘えとかもう全然わかんないじゃん。もう俺誘い方なんて、基本的には、セクシーランジェリーを履いてですよね。向こうにケツを突き出して、そのケツにも、ぬっとぬとにローションを塗った状態で、あとはセクシーにケツを八の字に振っていく、無限大ってマークのように振っていくことぐらいしか思いつかないから、でもセクシーランジェリーは、沖に置いてきちゃってるしっていう、浜に置いてきちゃってるしと思って、どうしようと思ったら、またそのじいさんに、おい教えてねえのかよこいつ誘わねえんだよみたいなこと言うと、またじいさんが、言ってんだよ俺もみたいな、また喧嘩になるわけ。でなんかわかんねえけど、そのイワシがかかった状態で、まあそのイワシをうまく動かすんじゃないの、その、竿を使いながら。それがどうも、その、誘うってやつらしいんだけど、わかんねえじゃんか。でも、それで、しっかり怒られた後にまたそれをやってみたらさ、急に軽くなるわけ。で、案の定ですよ。結局、イワシに逃げられてるんですよ。イワシもいなくなってるわけですよ。ほんで、ああ、と思って、イワシ食いたかったのになと思って、で、また次、またやってちょっと当たり来るわけ。でもさ、素人にさ、まあ、言われりゃあね、そのイワシ、なんてちっちゃな魚ですから、それは稲田と違うか知らないけど、俺稲田を一回も釣ったことないわけだから、わかんないですよ、それが何か。でも、ずーっとこう、ビビンビビンって引いてるわけですよ。で、もう、3、4回引いてても見たくてしょうがないわけですよ。そーっと上げるとまたイワシなんですよ。で、やべえ、イワシが戻そうと思ったら、お前、お前なんか言っちゃわかんだ。イワシは開けんじゃねえよ。おい、おい、ちょっと言って聞かない。言ってんだよ、こっちはよ。3度言ってんだよ、3度みたいになっちゃってて。もうそっから先はさ、イワシ一発ですよ。もう上げたらすぐ怒鳴られるからさ。もう次は、ちょっとイワシ、さっきのイワシよりはちょっと大きめのあたり来たんだけど、上げてイワシだった時に、怒鳴られる上にまたこの喧嘩が始まるから、もう、そっから先、結局朝の、6時半に出て、帰ってきたのが、14時半ぐらいだから、8時間ぐらいいたんですけども、僕は一回も上げませんでしたね。その後、いや、何回か当たりは来ましたよ。何回か当たりは来ましたけど、万が一、しかも結構大きい当たりも来ましたけど、万が一、大きめのイワシだった時に、何言われるかわからないですから。で、一方なんかわかんねえけどさ、その、途中でさ、昴生渡辺はなんかまぐれでさ、こいつ、ずるいのがさ、俺の聞いた話では、その、イワシがあって、イワシは食べたくてもダブルアップチャンスみたいな。違法ポーカー賭博で言うところの、ビッグスモールみたいなやつで当たるやつで、バイプッシュじゃなきゃ当たんねえやつだと、ね、ピッカフィー、でおなじみの、あの形ですか。もう要するに、当たって、ブレレレブレレブレレブレの時にしかもらえないらしいの、一旦イワシあたりからの、ね、イワシあたりからのって聞いてんのに、こいつなんか直で一回稲田かかって、稲田つってまたこいつだけ褒められてるわけ。横でなんか、なんかすごいでかいの来たんですけど、でかいの来たんですけど、つって、こっちほら、アマダイのすごいのつってっから、期待のルーキーみたいになってんじゃん、こう。したらさっきあんなに怒ったじじいが、タモ網持って近く来てさ、これ、稲田がかかってる可能性あるから、ゆっくり上げな、なんつって、結構今節丁寧に指導してくれてるわけ。タモ、
をこちらから近づけると逃げられちゃうから、タモの方に寄せんだぞなんて言ってこうやったら、まあ、結構デカめの稲田が取れて、おーいいの釣れたねーなんて言われてるわけ。で俺横のことあいつすっげー褒められてると思うから、俺もこうやって一回あげようと思っただけでかかってねーよみたいな、なんとなく見てみたいじゃん俺、何々先っぽに何がどんなだったか見てみたいと思うんだけど、俺だけなんか俺の方向くと喧嘩腰みたいなシステム出来上がってて、ちっとも面白なかった。でもさ、言うだけのことあるなと思うのはさ、まあ本職って言っちゃえばそれまでなんだけど、その釣り船の、まあその船を操縦する人と、まあそのみんなにお見るための人で、まあ向き不向きはあるから、おそらく海の男には向いてんだろうね。その釣り船全体がそんなに強くないんだよね。稲田が結構不良の日で、一般のお客さんではその高生の渡辺が一匹釣って、もう一人二人が一匹ぐらい釣ったぐらいなのね。で全体的に釣れてないんだけど、そのお土産釣り用のじいさんだけはパッパカパッパカ釣ってて、9匹ぐらい釣ってたら次から次へと釣ってんだよね。だからあれだよ、メイドカフェの店員とか向かないと思うよ。あれだって、あれだけ客を捕まえて客の前であんなにぶち切れてると、多分お帰りなさいご主人様とは言えないと思うから、おそらくそういう意味では。あれは感心するよね、なんかさ、ここらどっかで釣りなんて結局のとこ魚がいるかいないかで、そこの運の問題じゃねえのって意識は僕なんかあるわけですよ。やっぱりその釣りが趣味なわけじゃないから。で、明らかにあそこまで釣れてないのに、あのおっさんだけが、ホイ釣れた、ホイ釣れたって上げていくわけだから、なんか、なんなんだろうね、あの差っつうのは。だって今時電動リールだったりするしさ、魚群探知機でどれぐらいのところに、その、いますよみたいのも、全員が指示されるわけだからさ、そうそう変わんないと思うんだけど、あのおっさんだけ釣ってたよな、びっくりだよな。まあまあ、でも、まああと3、4年は行かないね、あんだけ怒られるやね。俺もう途中で釣り飽きてきて PSP やってたもん。なんだっけ、勇者のくせに生意気だっけ。うん。ずっとカバンに入っててよかったと思ったもん。ほら、電車通勤とか通学とかしてないからさ、そんなに PSP ってやるタイミングないんだけどさ、たまたまファミ通の原稿を書くのに、前の日かなんかに PSP 入れて、それがその持ってたカバン、そのまま持ってたカバンが釣り船に乗ってたから、もう途中そんなもう怒られてばっかりだからっていう理由で、竿自体はなんか竿ホルダーみたいなところに設置したままずーっと PSP やったんだよね。結構進んだ。カノーリュウと僕のウェーブジャンクって言ったところであんまよく知らないから、そういうこと。さあ、お願いします。僕のですよ。僕が喋るんですから。あれフライングみたいなの、それ言ってください。それ言ってくださいじゃないですよ。僕は正々堂々と、僕が僕として喋ってお届けしてるのがこのウェブジャンクですから。いえ、あなたは加納龍みたいな、そのボーリングが上手いタレントぐらいしか引っかかりがないところで。そうなんですか。そうなんですか。あんま知らないです。ただ名前だけで今、あれボーリング多分プロのライセンス持ってんじゃないですか。あ、そんな上手い方なんですか。そうですよ、そうですよ。それぐらいの手探りな感じの、ただ単にチンキに聞こえる名前だけを連呼して、いや、偽りの名前でね、お前、加納龍に訴えられればいい。そういう、いや、そういう約束だったんじゃなかったでしたっけ。いや。あれ違いましたっけ。違いますよ、全然違いますね。すいません、なんか。うん、まあさ、加納さんさ。すいません、加納じゃないんだよ、もう。誰ですか。河野で。あ、河野の方ですか。河野の方でお願いします、本当に。まあ、河野と加納はちょっと似てますから。おお、ああ、訴えられた時にちょっと間違えたって。あ、なるほどね。ちょっと間違えた。ちょっと似てますからね。ミステイクだってことです、ね。そうです。それより僕の股間はどこもだけによく似てるんですよ。見てください、見てください、なんつってるうちにごまかせますから大丈夫ですね。どこもだけあれすごいですね、あれ。何が？ゆるくないですか？ゆるい。あのキャラクター。ずるいよな、なんかな、ゆるいの。ゆるいのずるいですよね、あれ。俺たち絵心がないからさ、あんまりちゃんとした絵心がないからさ、はい、誰が絵心がないだ。俺はすごい上手いよ。うん、誰みてえに、お前、誰みてえに。そこまで？
で、まあまあ、そのさ、まあ、ダリはさ、誰のこと？僕。自分のことをダリって言っちゃった？ 僕のことダリ。ああ、じゃあまあ。まあ、まあ、俺的に言わせればさ、はい、ダリ的に言わせればさ、まあ、その、まあ、コッホ的に言わせればさ、コッホね。最近学者じゃん、コッホは。まあ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 。バスツールは。もういいですよ、だからもう。まあ、北里もそういうことではまあ頑張った方だけど、柴三郎。あのさ。なんすか。もともとすごくデッサン力が上手い人が、はい、わざわざ線を省略して緩く書いて、はい、下手馬っていうか、緩いの作ったりするのに関しては、すごいと思うよ。まあ、一周してる人は、極めてそこに行き着いたみたいな。でも俺らは、一周してかどうかわかんないから、はい、なんだそのペンジョの落書き見てやつ、ああ、わかってんのみたいになっちゃうでしょ、はいはい、なりますね。だから、ドコモだけに関しても、ものすごいリアルな弾痕のやつと、ドコモだけと両方、ちょっと怒ってるみたいな。そう、ものすごいやつよ、もうびっくりして、八切れんばかりに土調したやつを、とダブルでやってくれれば俺たちもあうまいんだと。うまいけどもあえてこっち選びましたね。ファミリーに向かねえ。ファミリーに全然向かねえからこっちにしてんだなっていうのをやってくんないと。どうやる気満々のオットセイはわかるじゃんか。あの人多分うまいんだろうけど、はいはい、ここはやっぱりあの電車の中で読んだりもするからオットセイなんだなって思うけど、はい、そこですよ。そうですよね。でもなんかちょっとブームなんですか、ああいう緩いキャラクターをなんか作るっていう。三浦さんが困ってるよ、だから。ああ、三浦淳さんなんかに言わせると、はい、三浦淳さんはわざとじゃなくて一生懸命やって緩くなってるやつの抜け具合が好きなんだけども、ゆるキャラ俺分かってやってっからみたいになられちゃうと笑いづらいみたいなとこあるじゃないですか。ああ、もうあえてそっち行ってるみたいなとこがもうきついと。ブームなんだろうね。かといって、まあ、ものすごい激画タッチのああいうキットラップが作られてますが、それはそれで困りますよね。それはつけづらいですけどもね。いろいろあったし、思い出そうと思っていいこと一つ思い出せないけれども、まあ、でも悪いこともなかったなっていう顔で笑っている、東北の乾燥のおばあさんみたいなやつの、もうすっごいリアルなやつのストラップはきついだろ。きついですよ、確かに。きついよ、つけて見ただけで、その今の純さんの描写が浮かんでくるわけですよ。全部。耐えらんないですよ、それ。かもなく、不可もなくの約一世紀だったっていう。100歳も来たの ?100 歳、97。97を ?97、明日死ぬ。明日死ぬの伝わってくるんですか、それもなんかビンビン来るの。ビンビン来るやつ。うますぎて。それがストラップですか、ストラップなのよ。きついなぁ。で、そのところになんかわかんないけど、パケット割引みたいな。必ず。申し訳ない。なんか割引で割れて申し訳ない。俺おばあちゃんに頼りを出さなきゃって思うね、それはね。申し訳ないおばあちゃんってなっちゃいますよ、それ。それもそれで問題なんですよ。得感ないです。しょうがないです。それはしょうがないんですよ。最近どうだいって、それで言って。それで言って最近どうだい、最近ね、僕本当なんかおかし、僕がおかしいのか、お、僕の周りがおかしいのかっていう出来事、まあ二択、オッズは、オッズは出てる、オッズは僕フィフティだと思うんですけど、フィフティフィフティね。ちょっと聞きたいんだけど。でも、0と00の時は親に取られるんだよね、これね。0と0、狙って入れられるんだろう、どうせ狙って入れられるんだろう、お前。書き落としてるんですか、書き落としてるんですか。あ、そういう話じゃない。そういう話じゃない。俺の資産運用の話じゃないの。運用しようとしてるんですか、俺こそ、渡辺さんの1億2000万の話じゃないの。あるんですか、そんなに。1億2000万は、司会で800万の話じゃないの。司会で800万の、僕も被害者なんですとも言いづらいみたいな。そういう話ではないのね。あ、違います。そういう、六本木ヒルズ族には、関係ない話、ね。関係ない話です。関係ない話なら聞きます。全然投資系の話じゃないんで。大丈夫です。僕はそういうの嫌いですから。なんかわかんないこと言って、お金が増えるなんて絶対騙しない。最近ね、まあ、この番組の、この番組っていうか、ジャンクのね。ジャンク自体、本体の本体のアルバイトをさせていただいて、こう、来る前に、お買い物に行くわけですよ。行きますよ、いろんなお茶とかね、はい、飲み物とか買いに行く。あれとかね。そうそう、あれ。あれとか、ね、あれとか。あ、なんだろうけど、教えないよ。教えない。あれだよ、あれ。あれ祝いの低脂肪ヨーグルあれだけどね。もうこう。こう入っちゃうんですよ。こう入ります。こう、小祝いの低脂肪ヨーグルあれね。あれね。ヨーグルあれね。そういうのも、だからいろいろ買い物するんですけど。はい、行きます。それはまあ近くのあのスーパーにね。はい。買いに行くんですけど。はい。まあ毎回、まあ結構な量を買うんですよ。はい。で、買いに行くと、まあ時間帯がだいたい4時。
半とか5時とかなんで結構混むんですよね。はい。混むんで、お台場 .com、お台場 .com、混む、com。そっちの方が。あれね、コマーシャルの略なんだよ。へぇー。ね。いや、違います、違います。いや、ほんとだよ。いちいち、そういうこと本当だって違うの、そこの違うじゃん。COJP とか、あん中のコ、COJP のコムはコマーシャルの略だっていう。それは、クイズがわかんなくて、俺、大恥書いたんだから。いや、違いますだから。その話を、違うわ、違くないんです。コマーシャルなんだって。はい、それは正解です。それお前、正解かどうか俺わかんないですけど。空手家のことがみんなわかってんのに、俺わかんなかった。違う、その話をしてるんじゃないっていう違うですから。僕が言ってんの。そのコムじゃないです。重ねた方がいい。もういい。もういい。いや、だから、コムんで、じゃドットコムんですよ。ドットコムでしょ、コムでしょ。コマーシャルもいいですよ、そういう捉え方でも。はいはいはい。コムんですよ。で、はい、いざね、レジに行った時に、はい、店員さんが、うん、いらっしゃいませーって、すごいいい声を言うんですけど、顔が明らかにめんどくさそうな顔してるんですよ。だーみたいな。あのね、それは僕もね、かねてから言おうと思っていました。あ、もしかして僕と賛同の、はい、あの僕の家のそばのコンビニの店員さんも、はい、温めてくれって言うと、はい、いやあれでしょ、あれなんだあれよ、なんなんだと、むかつくでしょ、あれでお箸とか入れねえからさ、あーそう入れない、こっちがさ、あすいませんお箸とか言うと、はい、そうなんかもう分かった、やるよ、そんなに星、そんなに森林が伐採したみたいな。そんな環境問題まで多分入れてる。感情入れて。お前言っとくけど、あれだと、お前森林伐採うんぬん言うけども、意外に今割り箸っていうのは、はい、材木にした端っこのとこ使ってるから、一から切ってるわけじゃねえぞって言い返したいけど、まあそういうこう、サイコキネシス合戦みたいなのがあって、まあなるほどね。やっとお菓子がいただけるみたいな感じ。いや、だからそこも、いやいや、ね、買うじゃないですか。まあ結構な量ですよ。カゴをいっぱいに買って。でも、いや、だからお箸とか普通、もうそんだけ買ったら、まあ2、3本つけますとか言うじゃないですか。言うでしょ。こっちが言わない限り、一切でしょ。で、すいません。あ、で、僕も、そう、なんか上から言うのも嫌なんで、申し訳ないですけど、ちょっとお箸3000ぐらいいただけますかって言ったら、あ、使うんですかみたいな。言われるんですよ。それは相当省略されてるよ。お前どうせ手掴みだと思ったよ。で、ちょっと進化したのか。あ、いや、いよいよネアンデルタールおめでとうみたいな。ネアンデルタールおめでとうだな、みたいな。進化を？このウホ、このウホ。このウホが。このウホ。このウホ進化したか、この野郎と。進化したか、この野郎と。おー、一発。何なんだとって。一発のことを言うようになったら、チャップスティックスか。チャップスティックスか。みたいな、そういうやつが、入ってんだよ、それは。お箸でいいじゃないですか。なんだよな。俺もそれは本当同感なんだけど。きついんですよ。それは、我が国の終身雇用制の崩壊が根底にあるのです。はい、またでかいこと出てきましたよ。え、なんで終身雇用制の崩壊が手探り？僕手探り。そんなんじゃねえの。いや、もうちょっと転がしてから手探りとか言って。あのね、はい、昔は終身雇用制ですよ、基本的に。はい、終身雇用制ですから、一回ああいうところのスーパーでも何でも正社員になれば、はい、要するにその人はずっと年功序列の給料をもらって、1年目より2年目、2年目より3年目は給料上がっていくわけです。でいて終身雇用ですから、定年にまで行けるわけです。はい、でいいか悪いか別として能力制ではなく、基本的にはそこの会社にずっといることっていうのに意味があるんです。ところが、どうせバイトですから、はあ、どうせ時給ですから、なるほど。このバイト先をクビになろうが、はいはい、このバイト先が潰れようが、はい、変な話関係ないんです。なるほど。いやね、それは、まあ、ちょっとわかるんですけど、いやね、僕がいつも行ってるスーパーで、うん、毎回そっちっていう人は、名札に、主任って書いてあるんですよ。うん、おいと、お前主任だろと、主に任されてんだろと。本当に主任？主任ですよ、もう。死人の方言ですよ。もう屍だからな、ないな、もう。屍、俺もうどうせ死んじゃってっから、みたいな。自爆霊なのに。それはまあ、俺がたまたまレジで死んで、ここにぼーっと出てるから、レジやらされてる。いや、それはだから僕がネアンデルタールでね、言語がわからなくて、その、主任を死人と読み間違えるという。逆、死人を主任と。死人を主任と間違えるぐらいの知能しかなかった場合ですよ、それは。じゃあ、あり得るってこと？いやいや、一応ほら、僕もね、一応高卒ですから。
そうだよね。こう、一応高校、いや、伊集院さん、なんですか、今、シュンドしましたけど。いいじゃん、高卒の方。いや、すごい高卒の方を中心に喋ればいいんじゃないの。いや、そういう意味でよ、これ。そういう意味で、僕はネアンデルタールじゃないよっていうことを言いたかったんだ。ただですね、バカな学校の体育科だろ。まあ、中卒の方も変わらないですよ。学部は何、野球部だろうか。そんな学部あったんですか。そんなとこだろ、どうせ。まあ、だから一応。気持ち悪い、気持ち悪い。まあ、ちょっとそれね。こっちから願いカムバック、カムバック何光るカムバックただいまおやついつもの戸棚の中。戸棚の中よ。戸棚の中を開けたら、お、だし麺に今日はお砂糖水が湿らせてある。美味しそう。チューチュー。チューチュー。綺麗家の子だな。チューチュー。でも、嬉しそうに食ってるから。味がないもん。もう味がない。味がないから。お、ただいま。ただいま。母さん、留守中に電話はなかったから、シンジケートから。ねえ、何なんだよ、どこに帰りゃいいのか分かんなくなっちゃったよ、俺。その、だから主任ですよ、主任。これ、そら大問題だな。主任ですよ。主任が、自ら。みたいな。いや、声は本当に普通に、だからもうベテランだから、もう、いらっしゃいませ、ありがとうございます、みたいな、何点、128円が1点、みたいなこと言うんですけど、態度が明らかにもう。お前はな、そういうことだからダメなんだよ。僕ですか？お前だよ。主任じゃなくて。主任じゃねえ。俺はもう主任派に寝返ったんだ。いや、なんで寝返るんだ。なんで寝返るんですか？主任側だ。俺は主任。なんでですか？役職がついたやつにはもう寝返ることにしてんだ。長いものには曲がるんだ。主任の気持ちにも慣れてんだよ。なんでですか？はぁ、あ、お前がそうやってそうやっていっぱい山ほどこうやって買うわけじゃんか。はい。なんで言ってお前はそれで僕がいっぱい買うお得意さんだから早くしてくださいませ。いやいや、そんなの思ってない。なってないですって。タクの主人はでございますよ。タクの主人は外務省でございますですよ、お前の態度が。それに対して、お前一人に買ってもらうよりは大勢の人がスムーズに買い物をしてくれる方が、はい、俺はもともと死んだ親父にそう教わってんだと。一人のブルジョワジーに富を売るぐらいだったら庶民に喜んでもらえるお店を父さんそれは分かったからもう喋らない方がいい。おい店の明かりが切れた。お父さん全然そんなことないってお父さんの作った島田屋のネオンはピカピカ光ってるよ。いやー切れておいちょっと知らねえのかよ。知らねえのかよすげえ今和の際ですげえそこでも電気のことを考えてる親父かと思った。寝てんの24時間やってたんだよ。バイト代ケチって一人でやったから一人でそっちの方がひでえなんかって寝ちゃうから入るそういうお父さんだしょうがない。そのお父さん、呆れて家を継がなかったから主任も。いやだってそうだおかしくないですか。まあねあんだよねそういうのね。まあ主任まあレフト別だけどコンビニのバイトとかもすごいのいるよ。この間フライデーの、はい、閉じ込みを破ってるコンビニのバイト。アルバイトの人があの袋閉じみたいな破ってんだ夜行ったら立ち読みしてる人いるよ。で行って分かんない。それは許す範囲はさ、経営者だったりとか自分がバイト経験あったりなかったり全然違うと思うんだけど、はい、あの客来てねえなと思ってさ、その牛乳の箱みたいの座ってさ、こう本読んでたりする人はいるじゃん。はいはいはい、はい、まあそれいるの嫌だけどいるじゃん。はいはいはい、そいつ平気で破ってんチョップで。チョップで？チョップで。カッターとかそういう定規定規チョップ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 出た。チョップ。ジャニーズチョップ。え、なんちょっとチョップ気に入ってんの？いいさ。チョップ。なんで、ジャニーズチョップ。チョップ。いや、でもいいですよ、ね。わかりましたよ。チョップで切ってんだよ。ほいで、俺行ってこう本買おうかなと思ったら、そのチョップでお前切ってるとこから俺ずっと見てっかんねっていうやつを、はい、平気でこの棚に戻してんの。棚に？うん。いや、例えば、もうさ、はい、世紀末だよ、完全な。始まったばっかなのに。始まったばっかなのに。人生始まったばっかなのに。もう全然俺の胸の7つのこの星の後の意味を教えてない。何しろそれ。何しろですか、それ。これは教えられないけども、何しろなのか教えられない。教えられないですか？教えられないけれども。地図当たりましたっけ、7つも。え？ありますよ。あるんすか？今はうまくする傷をごまかすために、はい、7個乳首がある人に言ってますけども。伊集院さんあんねん、ごまかせるんすか ?7 個で。牛よりちょい多めですね。って言われるぐらいにはなってますけど。全然気になりますよ、それ。これは世の中は大敗しきってるな、マッドマックスだなと。
すんごい思いますよ。いや、でも僕もコンビニでね、アルバイトしてたんで、うん、その雑誌系で、まあ、破りはしなかったですけど、例えば、あの、休憩中とかに、まあ、今週出たジャンプとか読んで、まあ、熱唱して。泥棒盗んだよ、まず。俺のワンピースがちょっと減ってる、面白さがちょっと減ってる。え、なんでですか、なんでですか。お前が読んだ分だよ、お前が読んだ分ワンピースがちょっと減ってるんだよ。え、誰よりも早く読みたいんですか。誰よりも早く読みたいとか、俺んなもん買うからには、俺んなのになんでお前がもう見てんだよ。いやいや、まあ、すいません、なんかそれ。え、そうでしょ？お前は正確に言うと、はい、今ジャンプ大体いくら ?100、180円。そんな安い180円。200円ぐらいじゃないですか。200いくらするよな。210円とか言うんじゃないですか。そうだよな。210円がするんだろ。はい。お前はその110円取ってんだよ。そんな取ってます？取ってるよ。だってさ、あのさ、駅の網棚からさ、持ってきて売ってる人100円だからさ、一回読んだジャンプは100円なんだもん。そうですよね。いや、じゃあもう立ち読みの人たちもってことですか、じゃあ。あいつらも取ってる。あいつらも取ってる。110円取ってると。お前も言ったかもしれないけどさ。はい。俺ね、立ち読みが苦手なの。はいはいはい。うん、すごい苦手だから、あんま立ち読みはしないの。はい、はい、はい。で、だから、だから言うんだと思うんだけど、世間のラインはわかんないから、立ち読みって別にそんなに悪いことじゃないじゃん。はいはい。まあこれも本屋さんとか聞いてる人の事業で全然違うと。そうですね。思うんですよ。はい、あとは生まれたての子馬とかだったら必死で立ってるから読ましてって思うだろうし。立ちの意味が違う。立ちの意味。立つ自体が必死だから勘弁してみたいな。あとみんなに感動も与えてるから。みんなに感動もみたいなある。読めるんですか子牛も。いや子馬。あ子馬。子馬。子馬。子牛は割とすぐ立つ。あ、うん。詳しいな。がっしりしてる。がっしりしてる。ねはい。あるだろうけど。俺が買いに、もう、俺はその時に、実はどんどんがもうすごい欲しい。実はどんどんを買いに行って、1軒目ない、2軒目ない、3軒目でやっと実はどんどんがあって、はいはい、それで実は最後の日だけど実はどんどんを立ち読みしてる人っていうのに、はい、ごめんなさい、買いますって聞いていい？そうですよね。でも、嫌なやつじゃん。ですよね。そいつは実はどんどん、そいつと俺は実はどんどん仲間なのにもかかわらず。そうですよね。ね。どんどんなのにもかかわらず。ちょっとなんか、そういう時にすごい思うんだよ。何が正しくて、どこまで、コンビニの店員から、店員経験があるものからしたら、はいはい、お客さんが入ってない時に、はい、立ち読みしてて、お客さんが入ったあたりパッと置いて、いらっしゃいませってちゃんと元気に言えれば、それはいい店員でしょ。はい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 。そうでしょ？あ、まあ、まあ基本本当は読んでない方がいいんですけどね。いいんだけど、許せる範囲でしょ？はいはい。そうだよね。はい。どこからダメなのさ。やっぱでもよくいるのがやっぱ。あれは、さ、あのコンビニあるさ、はい、ちょっとさ、鷹の爪の切ったのが入ってるさ、きゅうりの漬物あんじゃん。はい、はい、はい、あります。あれのつゆだけ飲んでて、今。つゆだけ飲んでて。ダメでしょ、それは。俺は。リボンでしょ？うん、俺はいいわ。あの、捨てんのがめんどくさい。つゆ捨てんの、すごいめんどくさいから、ちゃんとアルコール消毒してから、飲んでアルコール消毒しといてくれるなら、あれは俺はいいわ。だったら、つゆなしのを販売してもらった方が楽じゃないですか、それは。それはだって、ほら、もうやったつもりになってるから、向こうは。ああ、そうか、そうか、全然な。だどこまでダメかっていうのはすごいあれだよね。難しいですよね、そういう線引きね。うんうん、僕あれはじゃあ唐揚げくんくださいっつって、はい。はい、今増量中の分だけ一個くれませんかっていう。増量中なの知ってましたって言って、知らなかったです、知らなかったです。あ、じゃあ、一個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 。それダメ？買ってくださいよ。知らなかったわけ。そのお客さんは。俺店員だよ、店員だよ。はいはいはい、お前お客よ、はい、ちょっと唐揚げくん買いに来て。いやだな漫才みたいな。ね、何で、はい、ピンコーン。すみません、唐揚げくんいただきます。あ、違います、僕田中です。いや田中さんですか。はい、じゃあ田中さん申し訳ないですけども、はいはい、そこのね、ホットコーナー、ホットスナックコーナーにある、はい、唐揚げくんという商品を一ついただきます。唐揚げくん、唐揚げくん、知り合いの人いるの？ちょっと待って、ちょっと待って、待って、はいはい、ストップストップストップ、はい、ストップ、いるの？いる。あ、じゃあ、そう、俺とおそばの早番の金塊の前までしたら、バイトの唐揚げくんじゃない方。中国留学生だから、トークンなんだけど、本当は。
トーヤン君なんだけど、俺たちはカラーゲ君、カラーゲ君って呼んでると。トーヤン君って呼んでよ、日本語読みしないで。だって仲良くなるのにカラーゲ君って、お前カラーゲ君、カラーゲ君売ってんじゃねえよみたいな。いやいや、ちょっとバカにしてるじゃんそれ。全然バカ、友好的だよ。トー君、トー君バカにしてるじゃんそれは。トー君気に入ってんだもん、カラーゲ君って呼んでくる。何気に入ってんだよお前よ、バカにされてんだよお前。トー君のこと悪く言うなよお前。中国から出てきて一生懸命お前勉強しながら、お前紹介の国で働けんのかお前。トー君ここはいい、わかるわかるけども、ちょっと待って待って、じゃあトー君ごめんね、唐揚げ君ごめん、ちゃんと謝ってください。どうもすいませんでした。あと、あなたが唐揚げ君っていうのはもし知り合いじゃないならやめてくださいよ。いやいやいや、じゃあむしろたまたまじゃあ、そのしょ、ちょ、これこれこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、あんた名前なんつうんだ。僕河野。すごい、お母さんお前のことなんて呼ぶよお前。お前のこと、かずお、かずおちゃんとか。かずおちゃんで呼ぶだろ、はい、じゃあかずおちゃんよ。ほらほら、母でもないの呼ばれた、腹立ったこの野郎。めんどくせえなおめえ。めんどくせえやめろやろ。てめえ。おい、唐揚げくんくれっつってんだよ。お前、その汚れへんだから、ちょろちょろのヒゲ通りがしろよ。てめえ、バーコードがピッ、230円だわ、この野郎。結構、結構、結構なおい。ちょっと待って。何してんだよ、この野郎。田中さん。田中さん。はい、田中でございます。ちゃんと呼ぶと答えてくれるんだな。何なりと。この、レジの横にある、これほら。はい。コロッケとか売ってるこの、はい。ケース。はい。ホットケース。ホットケース。はい、ここはこれ、この、はい、食べ物で言うと、はい、鶏肉を、ね、粉でね、まぶして。唐揚げくんですね。違う。唐揚げくん。おいおい、おい、知ってんのかよ、おい。いや、もちろんですよ、商品のこと。なんで言ったん、さっきのその、唐揚げくんと。俺、謝ってんだよ、唐揚げくんに対して。なんだよ、それ。因果関係はもう掴めましたから、あなたとの、あなたとの関係性がもう掴めたからには、もう別に。じゃあ、あんた、じゃあ聞くわ。いや、あなた怒られても困るし、ここでなんか揉め事になると、もう、うちの唐揚げくんは、ヤン君の方は。どっちでヤン君の。ヤン君の方は、ビザが曖昧ですから。おい、どっか曖昧ですから。はい、本当に自分でチラシの裏で手書きで書いたビザっていうのを持ってきましたから。違法だよもう。オーバーステイだ、オーバーステイ。グレーです。グレーか。グレーです。はい、だから、なんじゃ、なんださ、唐揚げくんくださいってそういう悶着するわけ、問答を。何がですか。唐揚げ問答すんのかよ。知ってんだろ、唐揚げ。ちょっと待って、警察が。そうだね。はい、そう、はい、そう。唐揚げくん隠れて。おい、達也、おい、いろよ、お前。状況出てるじゃねえか、ダメだろ、唐揚げ。お客さん、用はなってる。唐揚げをくれっつってんだよ。唐揚げを欲しい、食べたいんだよ、俺は。あ、わかりました。唐揚げくんですね。そう、唐揚げ、唐揚げ一つちょうだい。え、ショート、唐揚げくんと、あっつ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 。おい、何知ってんだよ。何、ホームホーム、熱いで、ホームホームって何だ。落ちるよりは、落ちるよりは。落ちるよりは、落ちるよりはだけども、今のバランスだと落ちますから。お前が食ったら俺の食う分減るだろうよ。絶対今のタイミングで、あなたがパッて取って食べるのは絶対無理だって話したんですよ、今。絶対無理だと思って。あなたの動体視力では絶対、あ、唐揚げくん落ちるな、スローモーションで地面に落ちる前にスパーンとって口で歩行は絶対無理なんですよ。いや、だけども。わかるよ、確か演出落として撮ってみるみたいなやつでしょ。無理でしょ、無理でしょ。ただですね、F1 ドライバーの星野さんという方は、できたらしいんです。できたらしいんです。みんなでお酒を飲んでる時に、バーのお姉ちゃんが落っことしたコップをそのパッと取って何事もなく飲めたらしいんです。さておき、だから俺の唐揚げの話何の鍵図になってんだよ。俺の唐揚げは、俺のから、まあいいよ、金払ってねえか、違う、もう一個のやつくれよ。だから、それいいよ、お前食えよ。お前払って。いいじゃねえ、ちょっと待って。え、俺の責任？俺？まあ、70%。おい！え？ 7 割も？もうゼロとは言いませんけども。いやいや、ちょっと待って、おかしい。俺が30万で、あなたが唐揚げくんをください、かしこまりましたって言ったじゃないですか。言ったよ。ってことは、この唐揚げくんはもうあなたの身内の唐揚げくんじゃないですか。え？そうですよ、ね。いやいや、まだだってそれで、それがこう、落っこちたってことは、あなたの身内が勝手に粗相を犯したんですよね。熱々って言ってんだよ、熱々。気持ち悪い、あなた、落ちたから揚げ食べます？いや、さて、それは食べないよ。で、あなたが、もし受け取って唐揚げくんを下に落としたとしますよね。あなた、なんて言います？落ちちゃったら。ああ、落ちちゃった、もったいねー。それからどうします？ああ、もったいねえよ、捨てるしかねえわーって。で、私が、あ、お客様、こちらの方で、掃除用具ございますんで、つったらどうします？したらもう、すいませんって言って。いや、お願いしますって言うでしょ？店員の仕事ですから、それは。って あ、そう言われた。あ、すいません。言うでしょ？はい。私はそれの間を省いたと思ってくださいよ。そしたら、むしろありがとうございますで、ありがとうございますじゃないんですか？おかしいだろ。いや、これを、俺か？超キモいよ、あんた。ほんと。ちょっと待って。超キモい。超キモいだけ勘弁して。超キモい。なんで俺、唐揚げくん買いに来てさ、超キモいってこと言わないからね。もう、ウルトラつくやつですよ。ウルトラついじゃん？ソウルに対してウルトラソウルみたいな。なんでビーズ出てきた？なんでビーズ出てきた？超キモいですよ。ビーズが。何がですか？稲葉じゃねえし。稲葉じゃない。松本も、やん、
トウ君とギターも弾けねえだろ、トウ君と田中のコンビネーションは弾いては全然ないですけども、2個かなんか弾いてんだろあいつ。もうなら本当にとにかくお願いしますよ、この唐揚げくんの方を引き取ってください。買うの？正直あなた来る前に今の唐揚げくんの増量キャンペーンご存知でした？あんの？やってます。あん、今知らないでしょ？じゃあ全然行ってこいじゃないですか。今初めて教わったやつですから、もう。じゃあ逆に言うと普段だったら同じ個数ってこと？いや、下手すらちょい多いっす、まあ、俺の食べた分で。あ、それもまだ俺、同じ、ちょへっ。おい、何汁だそうですよ。いや何ソースだそれ。はい。オーロラを。オーロラと思って。見れんのここで。はい、オーロラをちょっとと思ったんですけど、なんでオーロラが出んのそこでよ。いやいや、もうね、なんかじゃあいいや。あ、ちょっと待って、いいや。いいっすよ。いいっすよ、いいっすよって。なになに？あんた気が済むでしょ。うん、俺、で、もう、早番のやつ変わるじゃない。いや、唐揚げをくれっすよ、唐揚げを。あ？じゃあもう買うから。買うからじゃねえ、売らねえや。なんだよ。売ってよ、食べたいんだよ、唐揚げくんを。知らねえよ、女、食べたいって、お前さ、人のなんかこう、人がせっかく、客が来なきゃこっちはお前、あれだぞ、お前、時給分も突っ立ってないだけなんだぞ、お前、周りってのがや、あっ相手にしてさ、なんかピンピキピンピキピンピキやらされてさ、時給噛んでたぞ、お前が来ようが、お前が。いやいや、そういう仕事じゃんだって、ほら。何が？そういう仕事じゃねえよ。俺はここに突っ立ってんのが仕事だよ、基本の。それ認めてんの店長とか。知らねえんだ。言わねえもん。店長とかに。間違ってる。いや、お袋にしか言わねえ。お袋と唐揚げくんにしか言わねえもん。そんなの本心は言わねえから関係ねえ。ちょっとおかしいと思うんだよね。おかしかねえだろ、おめえよ。突っ立ってるだけで時給もらえるっていうのはそう。お前何の仕事してんだよ、家でよ。俺？俺は、家でぼーっとしてる。ぼーっとしてんだろ？さ。お前ぼーっとしてて親が飯運んでくれんだろ？そうだね。で、じゃあ自主的に親孝行とか毎日すんのか？いや、別にしてねえけど。暑いしな。うるせえしな。うるせえんだよ、そうだ、親とうるせえだろ。一緒だよ。偉いな。だろ？そういうことなんだよ。働いてんだ。働いてんだよ。な、お前の袋によ、ちょっと言ってよ、唐揚げ持ってきてくれ。あれ？ちょ、おかしい。うまいなぁ。なんかそういうことなんだ。で、いいの？うちの袋の唐揚げでいいの？あ、全然いいよ。そんなうまくねえけど。なんか唐揚げって竜田揚げみたいな感じの衣ね。しっとりしたやつか。しっとりしたやつ。なっちゃうけどいい？お前の袋、顔は気持ち悪いよ。料理はしたわけ。知ってんのかよ、俺の袋よ。お前の顔。いいよ。唐揚げはバカにしろよ。竜田揚げだけど。押した。顔は言うな、お袋の悪口言うな、お前。そんなお袋でも俺のこと壊してくれてんだよ。ああ、もう買ったりは客買ってか、今日閉めるわ。今日閉めるわ、本当に。これ台風の時しか閉めなくなっちゃった。閉めるわ。俺台風波よ、俺。俺台風波にめんどくさい？うたさんは台風波だよ、もう。いつまで待っても目に入ってくんねえしよ、なんかよ。目に入るわ。ぐらいの店員さんが最近多いな。いい加減にしろ。なんで、どんなんだ今の落ちてんすか？別に終着駅なんか考えないでしょ。むしろ終着駅は何かって言ったら、この3時29分っていう時間が終着駅。なるほど。じゃあ結局、そういう店員がいると。いるし、世の中はすごい間違ってる。ただ、特定の、コンビニエンスストアに関して言ってるんじゃないですよ。ですよね。そうですよ、僕は。人ですからね。人ですよ。コンビニエンスストアが悪いわけじゃなくて。なくて。で、もちろん真面目な人が 99.9% ですよ、はい。そうですよ。社員教育が行き届いてるから。それはそうですよ。ただ、あの店だけは。はい。ね。お前の言ってるあのスーパーと俺の言ってるあの店だけはちょっときついです。ちょっときついですよね。よかった。唐揚げくん売ってる店は全然なんともなくて、俺たちがコントの題材にしただけでな。ねえ、よかったですね。しかも美味しい上に増量キャンペーン中だからな。キャンペーン中ですから。ちょっとこれ聞いてるやつ今すぐ買いに行くぜ。行きますね。これでいっか。はい。な、よし。